ナリーグワイルドカードシリーズ第1戦パドレス4-0ブレーブス2024年10月1日サンディエゴ大リーグのプレイオフ4は1日日本時間2日各地で開幕し3回戦制のワイルドカードシリーズ WCS 第1戦の4試合が行われたパドレスはブレーブスに4対0で戦勝ダルビッシュ有投手38 松井祐樹投手、28の登板はなかったが、先発のマイケル・キング投手、29が7回無失点と高騰し、5日、同6日から始まるドジャースとの地区シリーズ進出へ大手をかけた。パドレスは攻守が噛み合って解消した。本拠地に詰めかけた47,647人の大観衆は熱狂し、チームカラーである黄色いタオルを振り回す。 ブレイブスとの第一戦を制し、ドジャースが待ち受ける地区シリーズ進出に M1 とした。中継ぎの時は盛り上がる場面で使われるのが好きだった。勝利の盾役者はプレイオフ初先発だったキングだった。重圧を感じることなく、7回を投げ5アンダム失点。ポー初先発での12三振、無支球、無失点は史上初の快挙となった。作オフ。 保守の東岡と共にトレードでヤンキースから加入。古巣では救援企業が多かったが、今季はダルビッシュら主力が長期離脱した先発陣を支えた。18年の野軍マイナー時代から苦楽を共にしてきた東岡との息もぴったり。妙暴役は8回のソロを含む2打点とバットでも援護し、気分がいい。キングは素晴らしかったと称えた。タティスは初回虫一類から、 左中間へ決勝の先制通覧。ポストシーズンでは20年以来の一発となった。コロナ禍の影響で無観客だった当時を振り返り、あの時とは全く違う。これこそ子供の時に夢に見たようなシーンだと気持ちよさそうに頷いた。ダルビッシュ、松井ともブルペンから戦況を見守り、登板準備をすることなく初戦を終えた。ダルビッシュは WCS での先発はなく、 一生一敗でもつれた場合はブルペン待機となる方針。右腕はロサンゼルスのシリーズで先発で投げると思うと語っており、連勝での突破なら地区シリーズの第2戦、2勝一敗なら第1戦に先発する見込みだ。土軍にはシーズンでの直接対決に8勝5敗で勝ち越し、最終盤まで地区優勝を争ったが2位に終わった。第2戦は右腕、 マスグローブが先発。一気に勝ち抜き、シーズンでの雪辱を果たすべく大谷、山本が待つロサンゼルスへと乗り込む。笹田工事通信員。